ある調査によると中国のシャオミが出荷台数でアップルを抜いて世界2位となりました。これはバイデン大統領がトランプ政権時代のブラックリストからシャオミを除外してからのことです。報道をご覧ください。中国のスマートフォンメーカーシャオミは第2四半期に出荷台数でアップルを抜き、サムスンに次いで世界2位となりました。 シャオミの国内ライバルであるオッポとビボも出荷台数の4位と5位を占めています。市場調査会社のカナリスによると、シャオミの海外向け出荷台数は83%の伸びを示し、トップ5社の中で最大となっています。カナリスのリサーチマネージャーベン・スタントン氏は、シャオミが安価なマス市場向けの製品にかなり偏っていると指摘し、その平均販売価格は、 アップルの平均販売価格を75%も下回っていると述べています。スタントン氏は、シャオミにとって m レ1 1ウルトラのようなハイエンドモデルの売り上げを伸ばすことが今後最大の優先課題になるだろうと述べています。一方、かつて世界最大の携帯電話メーカーだったファーウェイは、アメリカの制裁を受けて以降、厳しい茨の道を歩んでいます。調査会社カウンターポイントによると、 第二四半期におけるファウェイの世界市場シェアはわずか4%でした。シャオミはトランプ政権によってブラックリストに載せられていました。トランプ政権はシャオミが中共軍と関係していると非難し、アメリカの投資家にシャオミの株式を処分するよう命じました。シャオミは中共軍との関係を否定し、アメリカ政府を訴えていました。バイデン政権は今年5月、 シャオミをブラックリストから除外しました。NTD ジャパンがお伝えしました。